おはようございます。ふみさん、ハートありがとうございます。そして、ちょっと今日も朝15分だけなんですけど、最近ちょっと朝15分しかできてないんですけど、ご了承くださいませ。まずい。待ってください。ありがとうございます。頑張ります。モタギリさん、ハートありがとうございます。これは名前なんて言ったら、恋愛風船さんかな。ハイビスカス、笑ってるんじゃない。めっちゃどうやったけど、ご飯が作れた。作れたよ。ちゃんとご飯作れました。量多かったので余りました。今日食べます。お粗末様です。私、お粗末様と、なんかごちそうさまでしたって意味がよく分からなくて、何が違うのみたいな。どっちも一緒やろと思ったんだけど、全然違うんだね。バカ。おお。ある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 。本日は皆さん、何ですか。痒すぎてやばいです。ここ全部ここですね。それ床ね。あ、間違えた。壁ね。壁があった。ここはもう上から発信するさ、もうなんか向こう側とか言っちゃう。かわいい。かゆたんたんたんめん。知ってた。そう、懐かしいね。減りました。あー、私ちょっとそれ無理。ストレッチ。全然180度とかいけないんで。
体硬いんだっけ。いや別に硬くはないけど、人並みよりかは柔らかいけれど、ブタッといくかって言ったらそれは違う感じ。バレエとかやってた子の方が行くよそれは、みたいな感じ。今日もみんなはお仕事ですか？いや、バレエってほんまにすごいなと思った。私もバレエ通ってたらなんか変わってたかなとか思ったよね。でもバレエとか習わせてくれるのってお金持ちですよね。え、めっちゃ雨降ってる。だって嘘、降ってないよこっちは。え、雨降ってるのかな。適当になんか音の感覚でなんかもう雨降ってないけどとか言ったけど、雨降ってるのかもしんない、もしかしたら。ぬっちゃんのチュキさん、それもありがとう。あ、そうなんだよ。大阪夜降ってたな。結構もうそっち方面行っちゃったみたいな感じかな。帰ってこいよね。もうね、何が起こるか分からんもんね。なんか自然災害ってあんまり怖いと思わん？急に自然災害の話になりましたけど、なんで皆さんいつどんな時も何があっても行けるように準備をしておきましょうね。非常食だったり、あるいは非常食だったり、はたまた非常食だったり、非常食やらず準備しておいてください皆さんね。油断大敵。ニヤタマ？あ、昨日のね。ニヤタマじゃないけどね。あ、ニヤタマか。なんて言うんだろうね。そう、でも炒め物は美味しかったです。なんか普通に、うん、で、ちょっと
味が通ってたところ食べたかもしれない。でも普通になんか三品の中では一番こう色がなくて薄い なんて言うんだろう、味が薄い、うん、からかゆいです。美味しくなさそうじゃん。嘘じゃん。この私が作った料理美味しくなさそうだと？だと？びっくりマークびっくりマークはたな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 。え？全然ニラ臭くならんかった。そんななんかね、もうニラも炒めちゃ結構炒めちゃってたよみたいな感じだった。別にそんな。新たに何箇所か、いや新たにわざされてない、もう刺されてたところ結構痛い。昨日ね一緒にダンスの練習をねちょっとしてたら、爪を剥いでしまって、爪と足がぶつかってガリっていって、あなんかやったなって思ったんだけど、別にそんな激痛走ったわけでもなくて、でそんでパッて見たら爪から血出てて、うわっと思って、血割れてると思って、爪が割れててちょっとだけ剥がれてたっていうのかな、なんかうんうわってなった。もうちょっとその時は冷静を装ってたというか、ちょっとなんかあやば血めっちゃやべえみたいな感じだったんだけど、内心めっちゃもう本当にチーム無理なんで、うわやだ血出てるやんみたいな感じになってました。見てガムテープでね補強というか、バンドヘードを貼った上にガムテープで貼ってます。お風呂とか入るときにこのまま入りました。めっちゃ便利。ウォーターフロとかなんか染みそうだったしね。あ、もうここがほんまにかゆい。書いてたよ、ずっと。ワイルドだろ。あ、ここもある。私だけにチューする虹の彼方へ行こう、風を聞いて大地消えて君の中に光灯すドキ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 、君の相場がズキュンドキュン走り出しパキュンムキュンかけてゆくよ、こんな思いは初めて。キリさん、ハートありがとうございます。モさん、ルーありがとうございます。みーちゃんさんもいるね。みーちゃんさん、そこにいますよ。寝てます。Nanny time です。あ、
ら柿の種、マーベラスマーベラス、どれだけ食べてもゼロカロリー、マーベラスマーベラス、牛タン杉鍋ずんだ餅、マーベラスマーベラス、終わり。あ、ちょい停止してた。はい、じゃあね、ちょっと15分経ったので配信終わりたいと思います。昨日はドーナツ買ってこなかったの？あ、そんな毎回ドーナツ買いませんよ。買いたいです。ちょっと今の一言でドーナツがね、ものすごく食べたくなりましたね。昨日は料理配信したんですけど、皆さんどうでしたか？聞いてました？花嫁修行聞いてましたかね？もうでも本当に美味しくね、唐揚げとかめちゃめちゃ美味しかったので、すごい良かったです。みなみもなんか喜んで食べてくれてたので嬉しかった。クリスピークリームドーツ大好き。もう本当にクリスピードーナツが一番好き。なかなか行けないけど、広島にないらしい。あるのかな？じゃあちょっと壇上をね、読みたいと思います。次歳にくん、中にあつしくん、中中まくつがほしもさん、中ジェントルくん、きゅうろこぽこさん、8位パパミ、7位なおなおさん、6位むりきんがさん、5位ゆうぽうさん、4位ふっさん、出題最後ポターありがとうございます。第2位がふみさんありがとう。そして今日の第1位がもうさんです。ありがとうございます。昨日は七並べ6月、本当にありがとうございました。まあ、今7月に入ったんですけど、7月は また楽しくワイワイと皆さんと一緒に七並べをできてやっていけたら、引き続きねやっていけたらいいなと思います。そしてもっともっとビッグになれるように頑張ります。ということで皆さん、今日も見てくれてありがとう。皆さんのね、今日一日もろもろとあると思うんで、心が折れる時とかもあると思いますけれども、大丈夫です。その時は私たち ST48、 そして私がいるので何でも言ってください。では皆さん、バイチャー、ありがとうございました。おやすみ。